内山交渉労指定所延命実区観音業昭和60年8月信州塩尻無料寺にて収録。私本当はこれ今日来るの場所を爆破あるんだっていうのはおととしの夏、もうここが来やしないそれも初めて行ったのがあるんだけど、4、5回目なんだ。それがね、もう4、5回もうこれが最後、もうこれが来やしないってそんなことを4、5回行っちゃってるもんで、また顔を見せる仕事は非常に待ちやがっていて、だいたいわがままの男だけど、それ青山さんながら許してきてくれているわけだ。まあ、今年の夏は、その今の清水さんの人気で一緒に来させてもらって、もそうするとやっぱり無料寺の善の集いにも顔出さなくちゃ申し訳ないって言うんで、その今日は青山さんから頼まれてきたんじゃなくて、私が出させてほしいってお願いしてきたで、今日はまあ十九観音業のね話をされていただこうと思っています。で、十九観音業というのは関税、このテキストの下の方にある関税を南無仏、用仏無因、用仏無縁、仏法僧縁、上楽座業、少年関税を、五年関税を、年々重心地、年々風流心地、これは十九観音業と言いますね。まあ、これは、この歌は非常に日本人には解釈されているんで、すでに皆さんに、ね、備えておられる方も多いかと思うんですが、知らない方もあるからで、あれだけど、これに対して、まあ、私が訓読みをつけます。手音を感じて南無仏、仏と因あり、仏と縁あり、仏法僧の縁ありて、すでに楽しみ我れしよ。明日によう感じる音が、そこにね、明日に念ずよう感じる音としてください。で、暮れにも念ずよう感じる音。年々命より生かされて、年々命を離れる上に、まあ、こういう訓読みをつけます。大体ね、この十九観音業がね、日本人に、親しまれているのはね、南無阿弥陀仏とか、南無観世音菩薩とか、南無法蓮華経とか、南無釈迦牟尼仏とかって、まあ、いろいろ称名、題目、念仏ってのありますよね。だけど、それじゃちょっと、生阿弥陀、生阿弥陀って言ってる人ね、生阿弥陀仏で、頭が宙に浮いちゃって、口だけ生阿弥陀仏、生阿弥陀仏やってて、それで頭が他に行ってるってことがある。それでやっぱりちょっと、お経で、注意して読まなきゃ、読んだ方がいいとこう言うときにね、般若心経じゃちょっと長すぎる。それに対して、十九観音業っていうのね、ちょうどね、いいっていう、そういう手頃だっていう、そういうとこもあるんじゃないかと思うんですね。それでこれ、本当はね、この十九観音業っていうのは、中国でできた、中国のね、陸朝から隋時代に、まあ、非常にされたらしいけれど、涅槃宗、涅槃宗って涅槃経を教えとした、ね、宗派があったんですね。その涅槃宗あたりで作られた儀教だって、儀教っていうのは偽のお経って書くけどね、儀教だって言われる。それで
しかしながらね、この心の中身としてはね、大乗の修行の極意を圧縮していってるっていう点でね、中身は素晴らしいもんだと私は思う。それでしかしそのこれ読んでみても分かるように、そのな漢字を南無仏、余仏に、余仏に、仏法祖への余覧会のってもね、どれもこう分かったようで分かんない、何言ってんだかわけわかんない。でせいぜい分かるとか、明日に漢字を念じる、クリームに漢字を念じるってそれぐらいしか分かんないんだと思うね。でしかしならね、この常年観世音、忘年観世音っていうのが契機になって唱えてる人もたくさんいると思う。でとにかく中身はね、このこれお経だからってインドで作られたから本物、シナで作られたから嘘物っていうもんじゃない、日本で作られたって本物ってことあるんだ、私はそういうつもりでお経を作ってるそういうの、要するに本当に大切なね、仏法の中身を圧縮してっていうことの方がもっと大事で、このそういう意味で十句観音経っていうのは、まあ素晴らしいお経なんだっていうとこから愛してほしいんですね。でことに私はね、実はこの十句観音経について、特別のね思い出があるんです。というのはね、私のこの若き日の頃この美しかったが悲しいね恋物語あれですね、駆け込み物語のお姫との思い出がある。というのはこの彼女がね、死のここに着いた時、私はまだ死ぬなんて全然思っていなかったんだけど、まあ彼女はもう死ぬんだって知ってたらしいんだね。そしてこれからね、毎日十句観音経を唱えたいと思うけれど、十句観音経の意味を話してくれって私にしたんですね。だけど私はね、その頃あれですね、私のおふくろがいつも毎日観音を読んで、その挙句に十句観音を持たないから、文句は空で知ってたけど意味はとてもこういう意味があって話してやることできなかったのね。それでも結局まあ私がその頃まだ24じゃない、若き日のあるまいだと、まあしかしその頃私は一生読みたいと思ってる本は消防現像と、それから新約聖書、それを2つ買ってきて彼女に渡して、ただ彼女は消防現像の他の本負けは分かんないけど、庄司の負けは多少分かるような気がするんで、庄司の負けはもう繰り返し毎日読みながら、それから新約聖書を3年に読んで、それから日でも十句観音経を唱えてた。そしてそういうとこから1年半ぐらいのうちに、とうとう昭和12年の9月16日に亡くなっちゃった。それでそれからまあ私ね、十句観音経は非常にいつも温めてたんですね。そしてちょうどもうあれだ、このお経の意味を聞かせてくれって言ってからもう50年経つじゃないか、50年目だ、50年目の夏になって、ああこれだっていうのがまあ分かった。それでまあこういう訓読
せる代わりにその皆さんに聞いてお話ししてみたいと、そういう気持ちなんだよ。それでまあだからそういうつもりで聞いてくださいでこのね、この漢文について訓読みまあしたわけだけど、これがまあ私の読み独自の読み方。観世音南無仏、普通観世音というとね、観世音菩薩と考えるわけですね。そしてそうすると観世音南無仏っていうとどういう意味かというと、観世音が南無仏します、観世音が南無仏と読むか、あるいは観世音よ南無仏いたします、こういうふうに読むかですね。しかしそれに対して私は世音を感じて南無仏とこう読んだわけだ。というのは大体観世音って言ってね、観世音菩薩って言って歴史上に実在した人物じゃないな。それでそうじゃない、観世音って言うと世音を感じるっていう風に訓読みするんだっていうのはね、これは天台記者大師の国旗芸人や観音芸人に書いた、天台記者大師っていうのが天台記者の人ですね。その人が世音を感じって訓読みしてます。でこのところが世音を感じるっていうのは妙じゃないですか。普通はね、まあ世の中にいろんな音が立ってます。これを音は耳でもって聴覚で聞くわけですね。ところが今ここじゃその手をも感じて見るってね。で音を見るっていうのは一体どういうことか、これはね座禅してみると分かるね。座禅してるときこの聴覚的な目は、視覚的な、ね、目は一つこうね壁に向かっているだけだ。それでこれ絶対か壁から壁が動くわけじゃないからね、じっとしてるこれ動きがないでしょ。それに対して聴覚的には耳の方にはいろんな音が入ってくる。今もあの清水さんとこの人形場にいいお茶室があるわけだ。でこれはこういうところで座禅したから座禅しなきゃってわけです。もう毎日あの座禅して、そうすると、かけひの水の音がちょろ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 いつも耳に入ってくる。これで四脚の始めに来たら、これはもう毎日カッコカッコカッコってカッコがまたあれなんだね、その自分の声が山びこするらしいんだ。カッコって言ったら、カッコって言うとカッコって言うとカッコ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 って言って掛け合いで泣いてる。それをもう耳に入ってくる。そうだと思うとその道を走る自動車も入ってくる、音も入ってくる。これ入ってくるだけだ、聞いてんじゃない。ただ、あれですね、じっと座ってるところに入ってくるだけで、これ映すっていうかね、ただ映っているっていうか、あるいは照らしてるっていうかね、っていうだけ。ただじっと座ってるところに、これどこが聞くのと、そういう映ってくる照らしてるっていうのとどこが違うかっていうと、その聞くっていうのはね、その耳でだとか目だとかね、あのそれに対する見る、あるいは聞くっていうね、聞くもの音、それから見られるものっていうね、それが2つに分かれてるでしょ。感覚近くする、ところがね、座禅してるところへ入ってくるって言ったらね、それに分かれる以前、聞く聞かれる、それから見る見られるってね、2つに分かれる以前のところでただ入ってくる、照らしてる、映ってるって、そういうことですね。
そういうのを観って言う。だから観、観賞とも言う。そういうのを観って言う。で、観賞っていう言葉もあるし、あるいは創建っていう言葉もあるし、そういうやつ。例えば、勧進大菩薩行人般若波羅蜜多自称言語本海空路って言うけど、豪に海空を創建して一切苦役を出す創建だ。そういうのはね、その勘です。それでつまりその聞く聞かれる、見る見られるという、そういう二つに分かれた囲碁の感覚的なもんじゃなくて、そういう二つに分かれる以前の生命実物をしているだけって。この私がいつも生命実物っていう言葉使うけどね、この生命実物っていうのも見られた向こう側の実物をみんなすぐ考えるから、それじゃもう生命じゃない。本当の生命実物っていうのはね、この見られた、あるいは聞かれたって向こう側のもんじゃないですよ。私がその見る聞くね、それと二つに分かれる以前、この聞く聞かれる、見る見られるのが二つに分かれる以前の、これが実物だ。そういう話ですと、ああそういう境界かと、また向こう側のなんかそういう座禅すると、そういう規則厳妙な境界になるのかって言って、またからそういうふうに考えて向こう側に持ってきた。そうじゃない、今事実このですね、いやこうして生きてるのがこの実物、生命実物。例えばあれですね、まあ今生きるっていうことはね、生理的に生きるっていうことは生きしてるっていうことだ。これみんな生きしてるんだけど、生きしてるんだ、俺は生きしてる、これだけの空気を今吸い込んだ、それでまたこれだけの空気を今吐き出したって、そんなことをいちいち考えながらやってんじゃない。ただ生きしてるから、これも考える以前の、二つに分かれる以前のところで生きしてるんですね。これね、まあ一つや二つの深呼吸はできるけど、一生あんた今までに子供の時からどれだけの数を生きしてきましたかって聞いたら答えられるやついないと思うよ。いくら数学の先生でコンピューターなんかをして、それで計算してみたって、それが当たってるかどうか分からない。そうでない我々ね、喋ってる時もご飯食べてる時も寝ている時もね、この何か考え事してる時も居眠りしてる時も、いつでもちゃんと生きて、このね、それが生命実物だ。二つに分かれる以前のところで生きした。で、座禅において、こう入ってくる世界のと、この、世音なのか私なのか、私なのか世音なのか、これ二つ、そういう二つに分かれる以前のところで座っている、ね。それで、そういうのはね、そうしようと思ってそういうあれになるじゃなくて、思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶しても、今壊して残念してっていうと、そうなんだ。でそういう残念のあり方が完全を本当にね、あるいはね、残念のこともしかるとも、現代宗じゃ座禅のことは止観っていう方が多いね。で止観っていうのはね、頭手放しにして、私がいつも言う頭手放しにして
その思いを追わないのを知って一切やめてるんだ。それじゃあそこのと手放しにしたところで何もないのかっていうと、いろんな思いも浮かぶは浮かんでくる、消えるは消える、浮かぶに任せ消えるに任せ、ただかん、ね、もうそれが二つに分かれる生命地盤、この二つに分かれる生命地続き地盤で座ってるっていうのを感じ、それで今そういうふうに、それを残念というかそういうもんだから知感で、これで今も言うように何か神秘的な規則玄妙の世界だと思うと話が違う。そうじゃない、もっと秘密なところで言うなら自動車運転というのもね、これ考え事運転、緊張運転というのは危ない、酔っ払い運転、眠り運転も危ない。そうでない、その頭手放し、何もかも別にかもう考えようとしないで頭手放しにしたところで、それで寝ちゃダメだ、そのところではっきり食べる、それで あれですね、刻々映る風景も出会うところもされぐるみ、みんな自己のものっていうね、というそういう刻々に映ってくるもの風景がね、それでその運転は手元足元、これ全部を自分のものとしてこう映していく、これが感、つまりその一切を自己のものとしてその証券してですね、五分開空と証券して、そして運転、自由運転していくところに本当の安全運転がある。その本当に昔の人はそのそういう話、時間の話しづらかったろうと思うんだけど、今自動車があるから、ね、自動車を例に挙げつけると非常に分かりいいじゃない。この話が朝は自動車運転の名手でしょって言われて、私何自転車も乗れねえ、ね、だけれど、まあ、自動車運転っていうのは非常にその今人生っていうのはね、人生運転、そういう人生運転が、ね、本当に安全運転といって、この修理に行ってあれしたのね、あの安全はね、あなた自身が主役ですって、ね、そのあれが交通省に出てるんです。確かにそう、あたあたみんな、ね、自分の人生を生きるのは自分以外ないの、それを本当の安全運転ね、自由運転する、あなた自身が主役なの、これこのなんか社会が何とかしてくれるっていうね、もうそんなこと考えていちゃダメだ、本当に自分自身が自分の人生をどう刻々に自由運転していくか、これが大切ですね、あなた自身が主役です。それでまあ観世音というのはそういうあれですね、根本タイプの人生運転の根本回路だと思っている、見てください。そしてだから世音を感じて南無仏すって、南無っていうのは奇妙です、奇妙って命に帰る、奇妙を南無、ところがね、今の場合その、だから南無仏っていうのね、南無っていうのは奇妙ですよ、で仏っていうのは生命実物だ、今言う二つに分かれる以前の生命実物だ、我々思っても思わなくても信じても信じなくてもその受け入れても拒絶しても生命実物を生きてるのには間違いないんだ、
ところが我々人間は頭を持ってるんです。頭で持っていろんなことを考えて、考えたその中身の方へ首突っ込んじゃう。それだけは生命実物から宙に浮くんですね。で結局宙に浮いたところでなんだかんだって問題を起こして、いやそれをナムブツ、ナムブツってこう言ったときに生命実物に帰る、つまり本当は思っても思わなくても信じても信じなくても受け入れても拒絶しても生命実物を生きているんだけど、そしてだから拝んでも拝まなくてもいいんだ。本当は仏さんなんていうのね、拝んだって拝まなくたって仏は仏と生命実物なんだ。だから奇妙しても奇妙しなくてもいいんだ。それでも生命実物に生きてる、こういう生命実物にまっさらの目でまた立ち返る、それが奇妙。ことさらにね、奇妙しなきゃ生命実物じゃない、そんなもんじゃない、奇妙してもしなくて拝んでも拝まなくてもその生命実物だ。それもし頭働かせるなら、我々人間頭を持ってんだから、どうせ頭働くんだ、どうせ頭働かすんなら、そうまさにそういうね生命実物に変えるっていう道理をよく分別して知ることだ。その二つに分かれる以前のね生命実物に変えるっていうその道理をこう頭で精いっぱい頭働かせて、そこへ帰らなくちゃダメです。それをね、みんな頭働かせるって言ってるのくだらないとこばっかり頭働かせるから、下の考えで休むに似たり休むより悪いもんそういうと、いかにもなんかこういう奇妙する道理っていうの難しいなって思うでしょ。ところがそれに対して本当に分かりやすい言葉で言うと、その正法眼蔵の現状考案の巻最後のところにね、そのこういう話が出て、魔欲山鋼鉄禅師扇を使う、こう内輪で扇で仰いで、ちなみにそう来たりで、そう風将上従無所修内風って風将ですね、風のその本体になる空気、これはもう天地いっぱいにあるじゃないですか。それをね心として至らずということなしだ。何をもてかさらに和尚扇を使っていた、この風の元になる空気がいっぱいあるのに、や和尚はなぜその扇を持ってこう仰ぐんですか。仰ぐっていう、仰がなきゃ風は来ないっていう、それだけはまだその実践を悟ってないんじゃないですかって、そういうような気持ちで言ってるんだね。ところが知事は何時ただ風将上流を知れりとも今だところとして至らぬということなき道理を知らぬと、お前はねその風の元になる空気がこの世に変満してるということはよく分かってる、しかしところとしてあまりかずということなき道理を知らぬ、そしたらそういやいかならんか、これ無職修正の通り、いやそれじゃあ無職修正の通りという行動としてあまりからずということなしという通りはどういうんですかと時にし扇を使うのみなく、ね、結局その通りは簡単なんですよ。天地いっぱいの風もね今ここで仰げばこそこう風が起こってくるのね。で、天地いっぱいの風があるからって言って仰がなきゃ
風邪を起こってこと。で、天地いっぱいの生命生きてるって今言ったでしょ。だけどその天地いっぱいの生命を生きてるわけだけど、それを今天地いっぱいの生命の風を仰がなければ、今ここで仰がなきゃ天地いっぱいの生命は現状しないってことですね。この通りによく聞きとかなきゃ。だからこの辺の道理をね、いやだから決して難しいことじゃない。この今ここで仰ぐっていうのはそれだけの道理も、人間よっぽどバカなんだねその仰えばこそ風が出るって、それを一生懸命考えなきゃわかんないっていうのは、スナックもあんまり怖いわでこれスナックもこう技術やってみればそうだなってわかんない。それと同じように我々天地いっぱいの二つに分かれる以前に、天地いっぱいの命を生きてる、これをまず奇妙して、奇妙するっていうのは南無ですね。南無仏するところに初めてこう天地いっぱいの風が出て、命の風が起こるんだ。この道理はよく知るべきですね。その点ね、何が大切かって言ってね、仏教において一番大切なのは、この南無仏っていうことです。で、法華経にもね、南無を唱えうればですね、皆すでに仏像を成仏。結局一点南無ならば、それでもって仏像はもう全て成仏してる。で、これが元になってね、この法華経に一生南無仏、戒定仏道という言葉がある。あって、その次に大無量寿経とか、観無量寿経とか、浄土経、あの阿弥陀経とかっていうね、浄土系のお経も作られてきてるわけですね。結局、南無って言ったら一つ。南無って言ったら、仏道を成仏。座禅っていうのね、どれだけしなくちゃダメってもんじゃないんだ。ひとたび南無って言ったら、これ座禅っていうのは体で南無することですね。ひとたび座禅したらそれで成仏するぞところがね、これ座禅っていうの、私もこれ座禅は人一倍盛んにしてきてる男ですよ。昭和16年に坊主になってから、もう、座禅の精神ばっかりできてんだ。それで、昭和50年、昭和40年に沢木老師が亡くなってから、あと10年、この、精神だけでやってって思ってた。それで、昭和50年まで、私は、座禅を知るくつもりでいたんだ。ところがね、昭和50年より2年ぐらい前に時に体が悪くなっちゃって、どうしてもこの座禅の精神をね、座り詰めの精神にあると足がもうだるくてだるくてもうたまらないって、それで夜は寝られなくなっちゃうしって言うんで、それで朝晩はもう出ないことにして、でやったんだけど、それであとだから昭和50年まではなぜ死ぬつもりだったけれど、その2年間短縮しちゃったから、それで短縮してもうあとの2年間で、それから今度隠居して、隠居して以来あれしたら、こ
急速に打電ができなくなったね。そして今度の、まあ清水さんのところでもって今お話したようにそのお茶室がとっても気分がいいんだから本当に毎日やりたい のそれこそ座り続けて座りたいところだだけどまあ2時間ずつってんで毎日2時間ずつ週末も座ってところがこれ、まあ、どうしてもまた足がだるくてそんなもんだから1時間でしたね1時間でしたねそれでもまだ足がだるくてだるくてもうあの抜けるほどだるいてその言葉でも言い尽くせないほど足がだるくてそれで夜寝られないもんそれでもうなぜ今やめちゃったそれでこれまああれなんですね。だからこの間もこう来て座禅の会にちょっと話したんですけど座禅の話したんです本当は私もう座禅の話する資格はない男だそれでだから座禅の話にする資格がないからそれじゃあ今度座禅に変わる話をここでもう一つしなくちゃってそういうつもりで十個観音の話それでつまりね、私の場合ね、まあ、動脈硬化ですね、サーキロー氏もそうだ。サーキロー氏も晩年、動脈硬化が始まって、足がしびれて、それでもうだるくて、それでもう座れなくなって、ずっと腰掛けてきたのを見ましたかね。で、サーキロー氏の前例があるから、母、自分はもう動脈硬化って、もう話は分かる。で、医者に見せたって、あなたは動脈硬化だったら言わない。医者ってやったら嘘ばっかりよ。どうせね、これ、私の見てたら、どこも老人病は始まっていませんよ、だろうか、いうの。それは嘘だって、もうちゃんと分かって。それで、あれなんだ、もう動脈硬化。それで、しかしね、この、だから、座禅っていうのね、いずれできなくなるとはね、もう若い頃から分かる、私は分かる。それで、座禅できない時にはどうするか。俺は念仏で行こうっていうのが、まあ若い頃から。それで、まあ、観音業アジアにも書いているけれど、この一心照明っていうのは、いわば、座禅っていうのが、まあ、素晴らしいなっていうのは、この頃、昔は蓄音機って言ったけど、この頃なんとか言うて、その、なんとか大きいやつがあるじゃない。それに対して、一心承認とか生網ラブスっていうのは、警戒用のね、ほら、ちっちゃい、ラジオみたいなもんそれ簡単に、簡便だ。それで、そういうもんだと私、前、以前から思ってたね。だけれど、この、これはね、インド人でも大体念仏っていうのが念仏証明っていうのが始まったのは大体そういうもんだと思う。インド人っていうのは本当にインドの仏道修行者たちは本気になって座禅してきたと思うね。その座禅っていうのはね、柔道とか相撲とかっていうのと同じで、ある年まで来るとできなくなるっていうこと、あるいは病気するとできなくなる、そういう時どうするかっていうのがあるので、例えば重々美馬車論とか内容心論とかがありますがね、老人とか病人でもう座禅できなくなったら生阿弥陀仏を唱えろという、そういうふうだから、ところがそれが仏教が市内入ってきた時にはこれは禅宗浄土宗って言ってね、二つに分かるじゃん。いやいや日本へ入ってくると、自力と他力、難行と異行ってね、全く、浄土門と小僧門とかって、もうはっきり分けちゃってね、別門のようにしちゃったね。ところが本当はそうじゃない。自分の一生の、なんていうかね、修行のあり方だと思う。だから座禅できるときは座禅精一杯した方がいい。しかしながら座禅できなくなる、
玄関が来たら今度念仏証明をした方がいいっていうのは私の考え方。そして大体ね、念仏と念仏消防と座念と、まあ、いわゆる奇妙っていうことですね。南無仏と唱えるのと、それから座念とっていうのは別物じゃないんだ。座念っていうのはね、あれですね、大体こう Z と Z の時に、いや、あの、座禅を図解して、喋るやつって私が初めてこの座禅って、この座禅、このものになるとね、ところがこう座禅してるの。ところがこれからいつの間にかふーっと頭で宙に浮いて、そして考え事が始まるね。それで、ところがこれ座禅ってのは考え事じゃないんだろう。これ座禅にして考え事だけしてんだ、それは考え事だって座禅にして、だから空いてないっていうね、これ帰らない。ところがこれがそのまんまだとこれもっと成長していきます。だからもっとあれしてって言って、だんだんこう大きく、ここのところで帰ればいいけど、帰らなきゃだんだん大きくなっちゃう。それでもいつでもね、どの時点でも、あ、今座禅したんだって言ってこう帰れば、ね、これが奇妙ですね。また座禅でもあれば奇妙でもある。こうしてね、ところがその辺の禅の話をする人は、このもし ZZ の禅だったら ZZ の禅になりきることじゃというようなことを言うじゃないですか。今なりきるっていうことがある自分が座禅した覚えもないのにね、余計なこと言うの本当に自分が本気になって断念したことに、そんななりきるなんてことはないんです。で、なりきることもないことはない。それは温度と湿気の関係でねそのこうやってじっと座ってて、このムシムシしてる時に頭沸騰してるよ。それも一生懸命座禅に帰ろうと奇妙奇妙もう帰ってたわけですね。ところが今度夕方頃になって、それあっとね、鈴風にも立ってる人がさ、こうふわっとこうやって、もうそれこそなりきったってこともある。だからってなりきった ZZ の線になったから悟り開いたってもんじゃない。これも温度としてる、あ、ずっとこう浮かんでくるのも温度としてる。それで大切なのはね、これぐるみだ。これぐるみ一生懸命帰ろうとしてるね。ためる、これ獲得っていうの、座禅でためるという、これやってんのが座禅。これ全部それぐるみ。それでこれ我々奇妙ってことは、そう、君ナムって言っても一点ナムすればいいって思うと思う。これいつでも奇妙奇妙って帰る、それぐるみが奇妙ね。で、座禅にしてね、一発悟ったらもうなりきったって、そういうのは死で、死物だ、死んでんだ。どうせあんた生きてる限りはね、また目が吹いてくる。これ、それをなりきったって言って、そしたら死んでる。それ生き生きしてるってやつはね、いや、大体さ、息だってそうでしょ。俺の一旦息したら、もうあと息しなくていい。そんなが死んでんだよ。俺はもう刻々にね、今の息を今しなくてしょ。だから、今の生命実物に今変わるのは、生き生きした宗教生活、ね。そこのところがね、今の連中に、全く今の仏教界の人は、はっきりしてないんだと思う。こう、生き生きしてるってことは、その今の息を今すること。で、今の生命実物に今変えること。これだから、ナムナムって言って、
いうことです。そして決してね、それじゃあの座禅にして、しかもそういう天地一体の生命になりきることだと考えるって言ったら、これはまた違う。そうじゃない、初めから我々天地一体の生命に生きてる。私はいつも言うけど、天地一体からの食べ物を食べて、天地一体からの水を飲んで、天地一体からの空気を呼吸して、そして天地一体からの命、これで天地一体からの民族に引っ張られて、それで天地一体のところへ帰る。だから何から何まで天地一体、これがまあ、あの信州の人は天地いっぱいというところを阿弥陀さんと言ってるだけです。これ阿弥陀というのはね、またこれ歴史的に実在した人物じゃないんだ。ただ無量無天という意味だから、で結局はこの、生阿弥陀と今私の言ってる、座禅やね、そのあれですね、こうね、奇妙と南無仏と全く別物じゃないんです。